こんにちは、ミニマリストミニャンとトイプードルのジャスミンです。本日は私が楽天アンリミットを1年以上、楽天モバイルに関してはもう2年以上使っていますので、最近の私の感想も踏まえて楽天アンリミットの内容を説明していきたいと思います。私はもともともうめっちゃ楽天経済圏で、もう去年はですね、毎月楽天のものをいろいろ紹介していました。日頃の買い物だけじゃなくて、スマホとか電気とかガスとか証券とかクレジットカードとか、そういうの全部楽天に染まっている人のことをこう楽天経済圏って言うんですけど、楽天経済圏で過ごしていると、ポイントがめちゃめちゃザクザクなんですよね。で、私いつもポイントでいろんなものをお支払いしてるよって、よく家計簿の動画の時にお話してるんですけど、まあそんな感じで、本当に未だに楽天経済圏はやっぱりいいなって思いましたし、もう最近は母親も楽天アンリミットにしたり、妹も楽天アンリミットにしてしばらく経ったりとか、まあ改めて自分がもう楽天アンリミットを1年以上使って1年間無料だよっていう期間も終わったので、まあ実際にその後いくらかかったかって配信してる人あんまりいないんですよね。まだその楽天アンリミット1年無料が終わってる人多分少ないんですよ。私相当早めに始めた方だと思いますので、まあ、その経過っていうのを発表していきたいと思います。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をしてみてください。またいつもコメントくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。今日は携帯電話のキャリアの話なので、皆さんも地域によって回線の通る通らないとか、まあ、お得度合いとか、日頃の生活習慣によってどれだけ使うかとかで、これがお得とかあると思いますので、まあ、自分のベストなお得はこれですとか、こういうのやってますとかいうのがあれば、ぜひコメント欄で教えてもらえると皆さんの参考になるので、ぜひお願いします。それでは早速いってみましょう。私は楽天アンリミットをもう1年以上使っていて、楽天モバイルのスーパー放題からで言うと、楽天モバイル自体っていうのはもう多分2年以上もっと使ってるかもしれませんね。で、そんな私が改めて楽天アンリミットめっちゃ良かったなと思うので紹介します。で、楽天モバイルの特徴としては3つあるんですよ。1個目は料金プランがめちゃめちゃお得っていう点ですね。2個目は無料通話がかけ放題、もうこれ他に絶対ないんですよ。で、3つ目が楽天ポイントがたまる、ほんとめっちゃたまる、ありがとうっていうことですね。ではこの特徴を一個一個見ていきたいなと思います。まず1点目の料金プランがすごいっていうことなんですけど、私は2020年の5月ぐらいに確か入ったと思います。で、今年の4月ぐらいまでは安いもクソもなくて、こう1年間無料っていうキャンペーンがあったんですよ。私いまだに聞かれるんですね、楽天アンリミット1年無料なんですか、みたいな。ちょっとそれはね、情報がね遅いんですよ。もうそのキャンペーンは終わってしまったんですよね。で、じゃあ楽天もお得じゃないかもっていう風に思う人が結構いたんですけど、そこでですね、こう菅総理が携帯電話の通信環境っていうのはインフラなのに日本はめっちゃ高い、海外はそんなに高く取ってない、おかしいでしょっていうのを話して、こうアハモとかポポとか LINE もとかが出てきたと。で、それで楽天ももともとは2年目以降は2980円ですってプランだったんですけど、それを見直しすることになりまして、もう結果めちゃめちゃ安くなりました。で、その内容がですね、データが1ギガまでの使用量だと1月あたり0円です。2年目以降もずっと0円ですっていうところです。で、これをですね、母親が見て、私0円じゃないみたいな。母親も1年無料の範囲内で始めたんですよ、ギリギリ間に合う時に。私もしかして2年目以降も一生ゼロじゃないっていうことに気づいて、なんか一緒にうわーずっとゼロだみたいな話をして盛り上がった記憶があります。細かく見ていくと、こう階段があるんですけど、 1GB まで月に使うと0円で、次に 1GB から 3GB の間になってくると980円になります。で、これ税抜き価格なので税込みだと1078円になります。で、次に 3GB から 20GB までの間だと1900円
2180円になります。これも税込みだと2178円になります。でこの後がすごいんですけど、それ以上だとですね、要はどこまでギガを使っても2980円になります。ここがアンリミット無制限っていう状態です。税込みだと3278円です。もともとはこの2980円のプランが2年目以降だったんですけど、さっき言った通り菅総理がインフラで金儲けしてるなんておかしいよみたいな話になって、ポボとかライモとかアハマとかが出てきたので、これ下の階段が用意されたっていう流れになります。これね、結果すごく良かったなと思いまして、やっぱりその1ギガ以下0円に当てはまる人結構いると思うんですよ。私の母親とかも iPhone と iPad を持っていて、家にいる時はずっと iPad で将棋を見たりとか、ドクターハッシーの動画見たりとか、私の動画見たりとかしてるんですけど、でその家で見てる時は家の Wi-Fi があるからお金かからないですよね。で外に出かけることも結構あるんですけど、外に行ってる時は、まあ、調べ物するぐらいで動画を見たりとかはしないよっていう話をしてて、っていうことは多分1ギガに収まるねっていう風になって、もうだったらもうずっとこれタダだねっていう話になりました。結構そういう人はいるんじゃないかなとは思います。まあ、外でゲームのダウンロードしたり動画見たりとかすると1ギガすぐ超えちゃうと思うんですけど、まあ、そういうのがなくて外にいる時は、まあ、メッセージのやり取りぐらいかなとか、ネットで調べるぐらいかなっていう場合は行かない、1ギガ未満になる人は結構いるかと思います。でそういう人はいいと思うんですけど、普通の人っていうか結構使っちゃうかもっていう人は、じゃあお金が他の会社のやつに比べて高くなっちゃうかなっていうところなんですけど、実際に私の今7月30日に撮ってるんですけど、まあ、7月分の使ったギガ数っていうのを見ていきます。これ見ていくとですね、 5.27GB ですね。なので税別で1980円、税込みで2178円になっています。なんか私もともとだから2年目2980円かなと思ってたら、結果それより安くなりました。いやーありがとう階段この階段最高です。という感じでですね、意外と外でデータをね、そんなバシバシダウンロードすることがなければ、まあ、これくらいで収まるなってことが分かりました。まあ、よくね考えたら、私 YouTube この絵スマホで撮ってるんですけど、この動画って1動画1ギガぐらいあることもあるんですよ。まあ、それとかだったらもう20ギガとかすぐ行っちゃうんですよね。まあ、データをアップロードしたりすると行ってしまいますよと。移動中とか外にいる時にデータをこうバンバン開けたりすることはないですし、あるとしたら外で高画質な動画、つまり映画とかを移動中に見るかとかですよね。例えばだから新幹線とかで移動する時に、事前に家でこうダウンロードしておくんじゃなくて、こう移動中にストリーミングで映画とか再生してたら何ギガバイトか食っちゃうと思います。なのでまあそういうのがもうしょっちゅうあるよっていう人は結構行くかと思いますけど、まあそうじゃない場合はまあそんなに行かないんだなっていうことがやっぱり分かってよかったですね。というわけで1個目のポイントは、まあ料金が階段設定になってるので結果めっちゃ安くなったよっていうことです。でこの普段かかってるお金とは別に安い点もあって、お申し込み時の契約手数料が0円なんですね。あとは契約解除料も0円です。ここが大きいですね。あとは MNP の転出の手数料も0円です。まあ、これは電話番号を維持したままキャリアをこう変える時にかかる手数料ですね。なんでまあ諸々の手数料、特に解約料金がタダなんだなっていうのが嬉しいですよね。なんか昔めっちゃね、解約料金で何枚もね取られたり、解約料金をキャッシュバックするんでうちに乗り換えてくださいとか、そういう戦争ありましたよね。というわけで1個目はもう料金がすごいっていう点でした。で2個目は無料で国内通話がかけ放題っていう点です。でこれはなんか謎のからくりがあって、楽天って楽天リンクっていうピンクのアプリを入れるんですよ。でそこは電話アプリになってて、そこから電話をしたりメッセージをやり取りしたりできて、それでやるとなぜかタダになるっていう風になっています。で通話品質がそのアプリ使った時と使ってない時
で少し悪くなるとは言われてるんですけど、私ノーテレフォン、まず電話しないでくださいっていうスタンスで普段臨んでいますので、基本電話あんまりやり取りしません。で、たとえ電話があったとしても、あの AirPods Pro でやってると、その通話品質って全然気にならないですね。ノイズキャンセリング働いてますから。その AirPods なしでこうスマホで電話すると、そもそもこのアプリ使おうが使わないがあんま聞こえにくいなと思っているので、まあ私的にはこの点は何の問題もないです。で、母親と電話することとか結構あって、メッセージがねそんなに使えるわけじゃないので、電話すると高いじゃないですか。だから前はちょっと電話代高くなっちゃうからって母親も気にしてたんですけど、このピンクの楽天リンクを入れてからは無料なんで、なんかそろそろ電話代高くなっちゃうから切るわみたいに前言われたんですけど、いや待ってくれお母さんと、楽天リンクのピンクのアプリだから0円だよって、あ0円かみたいなそんな感じになりました。まあ、なので普段電話でやり取りする相手がいる場合とかは、ほんと楽天にした方が絶対お得だと思います。私はもう家族以外はノーテレフォンですけど、あの家族との電話はありますので、まあ、そういう人結構いると思います。なので楽天リンクのアプリあって無料っていうのはすごく助かっています。ちなみにこれはこっちがかけるときにそのアプリ使えばいいので、相手がそのアプリ持ってるようが持ってる前が関係ないので大丈夫です。で、ポイント3つ目が楽天ポイントが貯まる使えるっていうことです。楽天経済圏といえば楽天 SPU、 楽天スーパーポイントアッププログラムですよ。 P がどこに行ったのかわからないですけど、この SPU の中に楽天モバイルのプラス1倍がついております。プラス1倍は100円で1ポイントがプラスされます。100円で1ポイント少ないよって思うかもしれないんですけど、楽天経済圏にいればですね、いろんなものでプラス1倍プラス1倍プラス 0.5 倍とかされて、楽天経済圏と呼ばれてる人たちはですね、まあプラス12倍ぐらいが結構ねデフォルトで持ってる人が多かったりします。なので私もいろんなものを楽天で全部契約してポイント倍率を上げています。 SPU です。というわけでですね、この SPU がプラス1倍違うと、皆さん楽天市場ね年間おいくら買い物いたしますか？私は Amazon でしか買えないもの以外は基本全部楽天で買います。特に大きいのはふるさと納税です。私転職をすることによって年収をアップさせておりますので、ふるさと納税は10万円以上できています。なのでふるさと納税でまず年間で10万円以上あるし、他のまあ買い物も全部やっているとなんだかんだで楽天で年間30万近くいくかなと思います。で、さっきの楽天のプラス1倍っていうのは 1% なので、30万円の 1% だと3000円も返ってくるんですね。で、3000円かよって思うかもしれないですけど、楽天経済圏ですから、その SPU の倍率が十何倍っていう風にあります。買い物するときはそれにプラスしてお買い物マラソンでプラス9倍とかつけちゃいますから、平均で 15% 返ってきたとすると 4万5000円は返ってきてることになります。ありがとうございます。本当に楽天経済圏ありがとうございます。ということで、めちゃめちゃポイント返ってくるっていうね、そういう風にしています。もうふるさと納税とかの場合はもう数がですね多いから倍率上げまくってますね。2割ぐらい返ってくるんで、まあふるさと納税だけでも2万円返ってきますからね。というわけで、私は買い物は全て楽天市場でし、さらに楽天のポイントが高い5の倍数の日とか、お買い物マラソンやってる時とかに重ねて購入することで、かなりのポイントをゲットしています。で、もう一点大事なのは、たまった楽天ポイントを使えるっていう点ですね。で、この楽天モバイルはですね、支払いに楽天の期間限定ポイントが使えるんですよ。楽天経済圏の人、非常に大事なのは、期間限定ポイントを切れないうちに使うってことですよね。これ非常にね、短くて、物によって期間違うんですけど、知らない間に5000ポイント消えてるみたいなことが1回だけ私もありました。もう悲しい。で、そういうことがね、あって悲しかったので、楽天モバイルで期間限定ポイントが使えるっていうのを見た瞬間もね、加入ボタンを押してました。なのでですね、先ほど私が1980円かかりますとか話したのとかね、あれね、全然お金かかりません。実際ポイントでお支払いしてるので、キャッシュは減りません。なので、私はポイント生活です。はい、というのが楽天モバイル、楽天アンリミットの特徴でした。ただ、今って他もお得なものがたくさん出てるじゃないですか。なので私は楽天アンリミットが自分には合ってたんですけど、他のものもきちんとこの動画では紹介しておきますので、まあ、皆さん自分に合ったものを選んで必ず携帯料金を安くしてください。楽天に入ることが目的ではなく、皆さんの携帯料金が安くなることが目的です。というわけでですね、はい、3大キャリアの格安のプランでそんなに容量を使わない、ギガを使わないのと比較しています。そうすると
と楽天モバイルの場合は1ギガ未満が0円で3ギガまでだと1078円、20ギガまでだと2178円でしたので、まあね、そんなに使わない人は20ギガも使いません。ドコモの場合はアハモで20ギガまで2970円で、ポポの場合は20ギガまで2728円で、ライモの場合は20ギガまで2728円なんですけど、3ギガまでだと990円で、これで見ると1ギガバイト超えから3ギガバイトの間だとライモがお得です。ただし国内通話の部分なんですけど、楽天はもうとにかく通話料が無料なんですね。で、他の他社は通話料がアハモだと5分以内がまあ0円でかけ放題が1100円プラスしなきゃいけない、ポポの場合は5分までが550円でかけ放題だと1650円余計かけなきゃいけない、さっき安いって言ったラインモが5分かけ放題で550円プラスにする、550円プラスにしたらもうね1500円ぐらいになってしまいますので、こうなってくると5分以上の通話する可能性があるんであれば楽天の方がいいですね。で、あとは大容量結構ガンガン使えますよって場合ですね、それだと楽天モバイルだと20ギガ超えだと、まあ、無制限で税込みで3278円で、ドコモの場合だと3ギガ超えで無制限で7315円、 au の場合だと3ギガ超えで7238円で、ソフトバンクの場合は3ギガ超えで7238円、あとはまた通話料が別でかかるので、やっぱり使うね量が多い人は楽天がいいかなって感じですね。で、あとは格安 SIM との比較ですね。格安 SIM と比較しますと、マイネオが 1GB が1298円、 5GB 1518円、 10GB 1958円、 20GB 2178円、あと OCN モバイルが 1GB 770円、 3GB 990円、 6GB 1320円、 10GB 1760円、あと IIJMIO と比較すると 2GB 858円、 4GB 1078円、 8GB 1518円、 15GB 1848円、 20GB 2068円って感じで、まあ、これ結構他のやつ安くて横並びになっている感じですね。で、これだとやっぱ格安 SIM 安いです。で、ただやっぱ国内通話のところですよね。マイネオのマイピタだと国内通話が10分かけ放題935円、他の OCN とかも900円とかになっていますので、やっぱり電話代を考えたら楽天がいいかなってところです。ただ、あの皆さんお手持ちの端末がですねデュアル SIM 対応だった場合、物理 SIM と eSIM を両方入れられるっていう風になってる場合はですね、楽天で通話無料にして、例えばマイネオとかで安い定額プランに入るっていうのもありかもしれません。その辺はこの通信の速度とかもあると思うので、まあ、それも加味して考えた方がいいかと思います。まあ、どっちにしろ通話料無料にするんだったら楽天必要ですね。で、現在楽天の契約者数は400万以上になってるそうです。確か300万人まではまあ1年間無料でしたね。その後も100万人以上増えてると。で、気になるのは楽天の回線が繋がるのかどうかですよね。もうね、楽天アンリミットめっちゃいいんで、最後もここだけで選んでほしいです。ここダメならやめてくださいって感じです。で、楽天は結構エリア拡大していて、緊急事態宣言が最初に出た時ぐらいは全然繋がんないみたいな周りの人言ってたんですよ。ただ私のお家はですね、楽天アンリミットが出てすぐもう回線はね、もうめちゃめちゃ使い心地が良かったです。で、近所ぐる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 散歩しても全然大丈夫でした。最初ね、Wi-Fi なかったんですけど、もうこれ楽天だけでいけるぜってなって、Wi-Fi なしで生活してました。で、ただ当時はやっぱりなんか回線が通るはずなんだけど、なんか周り建物多いからか入らないとか、ビルの上の方行くと入らないとか、この建物だと入らないとか、そういうのがありました。でも現在はですね、結構改善されて、緊急事態宣言明けになんか会社に行ったら、会社繋がんなかったのが繋がるようになってたり、その間の移動の道繋がんなかったのが繋がるようになってたりとか、繋がんないところを探すの逆に難しいくらいになりました。ただこれは住んでるエリアにもよるので、まあ、そこは自分のエリアがカバーされてるか、楽天のサイトでチェックできますので、そこは見た方がいいと思います。とりあえず知っといてほしいのは、前は楽天繋がりづらかったけど、今めっちゃ繋がってるかもっていうことですね。あと心配ポイント2つ目としては、iPhone 使えるんですかって話ですね。これ今何聞かれるんですけど、iPhone とっくに対応されてますよ。今年の4月ぐらいを境に、iPhone はもう全然使えるようになりました。前は iPhone10R 以上しか使えなかったから、なんか iPhone 使えないんでしょとかよく言われたんですけど、まあそもそも私最初からもう iPhone10R で使ってましたし、もうずーっと iPhone しか使っていないんですけど、一度も問題起こったことありません。で、現在は iOS14.4 以上の OS が入ってるスマホ、iPhone では全部使えるそうです。まあ、ちなみにテザリングもデフォルトでついててオプションじゃないので、これすごい便利で、移動先で楽天回線が通ってるとパソコンとかもどこでもできちゃったりするので結構助かります。あとはですね、楽天の
申し込みってどこでやればいいの？なんか楽天の店舗近所にないんだけどってのがあるかもしれないですけど、お家でできます。お家でできますし、さらにその場で開通できます。でこれは eSIM 対応の端末だけなんですけど、私も iPhone XR 以降だったので eSIM 対応だったらですね、 eSIM って何かっていうと、こう物理的なあのこう刺すやつ、あの SIM じゃなくて QR コードで読み込む、そういうデータだけの SIM があって、それ eSIM っていうんですけど、その eSIM に対応してる端末今かなり多くて、まあ、割としてるんじゃないかなと思うんですよね。1年前の時点だったらそれでいけたから割としてるんじゃないと思うんですけど、その eSIM あればですね、なんかそのお家にいるその場でですね、 eKey って言ってこう顔とかをですね、こうやってぐる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 こうねやって読み込みすればですね、その場で開通できます。で一応これまあ条件書いてあるんで読んどきますけど、 Android の OS が 7.1 以上、 Google Chrome 最新版、 iOS 最新版、 Safari 最新版、まあこういうなんかいくつか条件があるそうですけど、まあ、この状態であるとその eKey っていうので今言ったなんか即日開通っていうのができます。あと別途必要なのは運転免許証かマイナンバーカードですね。これもこう写真で撮って送るんですけど、私の妹とかはこれを使ってね、その場で開通手続きができました。 iPhone の場合は基本的に XR 以降は eSIM 対応しているそうです。まあ、なのでもう回線が自分の住んでる居住範囲とか会社とかが通ってれば即日開通できちゃうよってことです。で最後にいろいろキャンペーンがあるので、キャンペーンは見逃さないようにしましょうってことですね。だって4月くらいまで1年無料のキャンペーンがあったわけなんで、そういうのねいろいろあるんで見逃さないようにしましょう。で今これ収録中に撮ってるキャンペーンとしては3ヶ月間無料っていうのがやってます。これも結構美味しいですよね。あとは他社から乗り換えで2万ポイントもらえるよと、あとはスマホと一緒に買えば2万5000ポイントもらえるよとか、そういうのもやったりします。さっき言った eKey っていう顔ぐるぐるやったりするやつで乗り換えするとまた追加でポイントがもらえるそうです。もうそれはただの手続きの問題だけど、手続きが簡単になるからポイント上げるってことなんですかね。そんな感じで楽天が回線通るとこだったら私はもうめっちゃおすすめだし、1年以上使ってて、楽天モバイル自体はもう2年以上使ってて、もうすごく快適だよっていうお話でした。であとね、最後に嬉しいことがあるんですよ。最近よく 5G 入るっていうことですね。これね、お正月に実家に行って気づいたんですけどね、見たら 5G って書いてあるんですよ。で家に帰ったら 5G って書いてあるんですよ。そうなんですよ、 5G もこの料金に含まれてるんですね。 5G の対応って他のキャリアとかだともっと高くて7000円ぐらいとかだったりするんですけど、楽天だとこの2980円マックスのプランの中に 5G も入ってるっていう神なんですよね。なのでまだ入ったり消えたり入ったり消えたりとかしてるんですけど、だんだん 5G 入る機会増えてきたので、まあ、今後 5G が使えることが増えていったらもう余計に楽天で良かったなって思えると思います。なのでまあ皆さん住んでるところとか自分の使用状況に応じて、まあこういう特徴がいろいろあるので、ぜひ自分に合ったスマホのプランっていうのを選んでみてください。もし今の話を聞いて楽天で始めてみようかなっていう方は、まあリンクを概要欄とコメントにつけておきますので、まあそっちで詳細をまた見てみてください。また分かんないことあったらコメント欄で聞いてください。本日は以上になります。私楽天芸人ユミニャンでしたというわけで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。また Twitter ブログもやっておりますので、概要欄からフォローしてください。それではバイバーイ。